陳は、新末、中華民国の政治家、外交官、北京政府の要人。後に、中華民国維新政府に参加した。字は、任崎。号は、透明室。1891年、船制学堂に入学したが、事件に巻き込まれ除籍処分を受ける。1894年、鉄路総局不設工科学堂で学ぶ。 しかし、1898年に学童が閉鎖されたことに伴い、武将寺教学童に転じた。1901年に卒業し、同学童に、不都分反教習として泊まった。1903年4月、欧州へ留学する。ドイツでの学習を経て、フランスのパリ法律大学に入学した。1907年に法学士を取得し、その翌年に帰国する。 帰国後は、新庁の法部、外務部で、各職を歴任した。1912年4月、ジンは、北京政府の外務部政務士長に就任する。1913年13月、メキシコ公使に任命されたが、赴任しなかった。翌年1月に、ヒツ警報と共に、モンゴルのボグドハーン政権の事案に関する、全権戦士に任じられた。九百十五年六月、 戸越として中殺空論弁事大臣に任じられた。その翌年7月には、作法戦士に任命され、活物ジェプスンダンバーホトクと発生の作法大典を取り仕切り、政府を代表して活物に、金札、金印を授与している。1917年4月、病気により、辞職した。1918年3月、陳は、 ただし弁参戦事務所外事所所長として復帰する。5月には外交部次長に就任した。同年末にはパリ講和会議に出席する外交総長陸印、省の代理として外交総長も務めている。1920年2月、次長職を離れ、中仏全権講師に任命された。1923年8月、国際連盟代表を兼任している。 1928年7月に、ジンは、講師の職務を終えて帰国する。以後は、上海で弁護士を開業した。1934年、国民政府の外交顧問に就任した。1936年には、外交部条約委員会副会長も務めている。1938年、南京の中華民国維新政府に参加し、外交部部長に任命された。 翌年2月19日、陳は、上海滞在中のところを、中国国民党軍事委員会調査統計局の工作員に襲撃され、射殺された。去年63、ありがとうございます。